パブリックドメイン、パブリックドメイン、パブリックドメインとは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態、または消滅した状態のことを言う。日本語訳として、こういうという語が使われることがある。パブリックドメインに介した知的創作物については、その知的財産権を行使し得るものが存在しないことになるため、 知的財産権の侵害を根拠として、利用の差し止めや損害賠償請求などを求められる子はないことになる。その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できると解かれることが多い。しかし、知的財産権を侵害しなくても、利用が所有権や人格権などの侵害を伴う場合は、その限りにおいて自由に利用できるわけではない。また、 ある種の知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない。場合もある。著作物を商標として利用しているものいる場合、量産可能な美術工芸品のように著作権と、異常権によって頂上的に保護される場合など。また、各法域により法の内容が異なるため、一つの法域で権利が消滅しても、別の法域で権利が消滅しているとは限らない。 従って、特定の知的創作物がパブリックドメインであると言われる場合は、どの方域で、どのような権利が不発生あるいは消滅したのかを具体的に検討する必要がある。そもそも創作性を欠くなどの理由により保護すべき知的創作物にならない場合、例えば、著作権の場合は思想、または感情の創作的表現でなければ著作物にならないので、 単なるアイデアに留まる場合や、境界線や海岸線などの記載しかない地図のように想定される。表現が限られるようなものは、そもそも創作性を欠くので知的財産権が発生するか否かという問題児が生じないし、ライセンス付与も本来あり得ないもあるが、著作物や発明の要件を満たしていながら、知的財産権が発生しない場合、または発生した権利が消滅する場合としては、 以下のようなものがある。例えば、特許権の取得において、審査主義を採用している国においては、発明を完成させたとしても、その発明の産業上利用可能性、新規性、進歩性といった特許要件について、公的機関、特許庁よる審査を経なければ、特許権を取得できない。また、著作権の取得について、 方式主義を採用している国、ベルヌ条約加盟前のアメリカ合衆国などにおいては、著作物を創作したとしても、必要な方式、著作権の表示、登録などを履行しなければ、著作権は発生しない。なお、日本の著作権法は無方式主義を採用しているので、何らの方式をもとらず著作権を取得できる。著作物、発明など、 知的財産権の客体としての要件は満たすが、主に政策的な理由によって、法が権利の付与を否定している場合がある。例えば、国や地方公共団体が創作した著作物を著作権の対象としない法制が多数見られる。例えば、日本では憲法その他の法令、国や地方公共団体が発する通達、裁判所の判決などは、 著作権や著作者人格権の対象にならない日本国著作権法13条。また、イタリアではイタリア及び外国、または観光庁の公文書には著作権法の規定を適用しない旨の規定ある。その他、アメリカ合衆国では連邦政府の職員が職務上作成した著作物は著作権の対象とならない 17USC105。 もっとも、連邦政府の職員ではないものの著作権を、連邦政府が譲り受けた場合は、連邦政府による著作権の保有を否定されないし、17USC105、州政府の職員が職務上を作成した著作物に対しては、法は著作権の付与を否定していない。また、外国人による権利の共有を認めない法制が存在する場合、 当該外国人による創作物は当該法域内では知的財産権による保護を受けないと言える。例えば日本では外国人の権利の共有を原則として認めているが特別法によってそれを制限することも容認している。2項。実際に特許法などの知的財産権法は外国人による権利の共有を制限している。著作権法6条。 特許法25条など、もっともパリ条約などにおいて内国民待遇の原則が取られているため、これらの条約の加盟国間においては外国人であるというだけの理由により知的財産権の共有が否定されることはない。つまり、これらの条約に加盟していない国との関係で問題になるに過ぎない。知的創作物を対象とする独占配他権は、 法廷の存続期間満了により消滅する。例えば、特許権は特許出願の日から20年をもって消滅し、著作権は著作者の死後50年、または70年をもって消滅する元規定する国が多い著作権の保護期間。創作活動は先人の成果の上に成り立っていることは否定できないため、創作後一定の期間が経過した場合は恩恵を受けた社会の発展のために、 こうい有うの状態を置くべきとの価値判断によるものである。相続人なく、知的財産権の権利者が死亡した場合において、相続財産の生産のために、相続財産管理人によって著作権が譲渡されなかった場合、あるいは権利者である法人が解散した場合において、その著作権を帰属させるべきものが存在しない場合、一般社団法人及び、 一般財団法人に関する法律239条3項に該当する場合など、や、生産法人の財産の生産のために、生産人によって著作権の譲渡がさなかった場合は、知的財産権は、法定の保護期間満了を待つことなく消滅する、著作権法62条1項、2項、特許法76条、実用新案法と、意象法では、特許法を順用。 民法などの原則をそのまま適用すれば、知的財産権は、いずれの場合も国庫に帰属するはずである、民法959条、一般社団法人及び、一般財団法人に関する法律239条参考。しかし、著作権法など知的財産に関する法律では、知的所産であり広く国民一般に利用させるのが、適切として、 特別規定を置き権利を消滅させることとしている。相続人不存在の場合、特許権などは、相続人の創作の広告の期間内に、権利主張をする者が現れなかった場合に権利が消滅するのに対し、特許法76条、著作権は、それに加えて、特別援護者に対する相続財産の分与もされなかった場合、 民法959条に該当する場合に、初めて権利が消滅する、著作権法62条という際がある。原則として権利、ただし財産権を放棄することは、自由なので、権利者により、権利が放棄されれば、法による保護を認める、必要性は消滅する。日本においては、産業財産権法では、産業財産権の放棄を認める規定が存在する。 特許法97条、実用新案法26条、意象法36条、商標法35条などのに対し、著作権法には、著作権を放棄できるとする名文の規定が存在しない。しかし、著作権も財産権の一種であり、著作権法61条、63条等を参照、上途も可能であるため、放棄できると解される。放棄の方式については、 放棄の効力発生要件としての登録制度が存在しないことから、著作権法77条、立法担当者からは、著作権放棄の効力を発生させるためには、著作権者による新聞広告その他への明示的な放棄の意思表示が必要であると説明されている。しかし、このような説明に対しては、そのような厳しい要件を課する理由が存在せず、 要は、証明の問題に過ぎないとの批判もある。仮に、権利者の意図に反して著作権放棄の効果が生じないと評価された場合、その後、著作権が消滅したことを信頼した者に対して、著作権を行使するとは、権利乱用、または、審議誠実の原則に反し、認められない場合もある。もっとも、権利を放棄することにより、 他者の権利を害することはできないと解されているため、そのような場合には権利放棄は認められない。例えば、著作権者から著作物の独占的利用許諾を得ているものが存在する場合は、著作権の放棄によって誰でも著作物を利用できることになるとすると、非許諾者の財産的利益を損なう結果となるため、放棄はできないと返される。 特許権の専用実施権が設定されているような場合も同様である。なお、ある法域で成立した知的財産権の効力は当該法域でしか及ばないため、属地主義、知的財産権の処分、譲渡、放棄などは法域ごとに可能である。したがって、ある法域で知的財産権が放棄され、知的財産権が消滅しても他の法域において消滅しているとは、 言い切れず、もっぱら放棄当時の著作権者の意思に基づき判断、せざるを得ないし、同じ対象につき放域により、権利者が異なる場合は、放棄の効力は、当然に他の放域に及ぶわけではない。以上、財産権としての知的財産権は、放棄可能であるのが原則であるが、ドイツ著作権法の下では著作権の放棄はできない、ものと、理解されている。 ドイツにおけるという概念、著作権と訳されることが多いが、実際には、日本法の著作者の権利に相当するは、財産的権利と人格的権利が一体を成す概念として理解されており、そのような権利を他人に上とすることはできないためである、ドイツ著作権法29条1項。そのため、著作権が放棄された場合は、不特定多数の者に対して著作物の利用権を、 設定した状態と理解さることになる。財産権としての著作権のほか、ベルヌ条約や多くの国の著作権法により、人格権としての著作者人格権が保護されている。そのため、著作物について、パブリックドメインと言えるためには著作者人権が消滅していることも必要ではないかとの議論をする者も,もいる。アメリカ合衆国の著作権法には、 一定の範囲の資格芸術著作物を除き著作者、人格権を保護する旨の規定が存在しない。これに対し、他の国ではベルヌ条約の要請もあり、著作権とは別に著作者人格の制度を著作権法に取り込んでいる。著作者人格権については、その放棄を認めている国もあるが、日本においては反対説もあるものの放棄はできないと伝統的に返されている。 人格に関わる利であるため、そのため、日本においては著作権を放棄しただけでは著作物は、厳密には、パブリックドメインの状態になったとは言えないとの誤解に、基づく。しかし、アメリカにおいても、著作者人格権は、伝統的に著作権法に基づく権利とは、理解されていなかっただけであり、同一性保持権や、指名表示権は不正競争防止法の、 不正表示禁止に関する規定度により実質的に保護されているなど、古問堂により人格権が保護されているという説明がされている。つまり、著作者人格権という故障が与えられている権利が、著作権法制の枠内にあるか否かという問題に過ぎない。したがって、著作者人格権の問題は、パブリックドメインという概念を受け入れるか否かとは別問題である。ただし、 ドイツでは著作権の放棄ができないがゆえに、ドイツ法では著作権放棄に基づく、パブリックドメインの状態は成り立たないのは、前述の通りである。しかし、日本においては著作者人格権の相続は否定される。ものの、民法896条ただし書き、法は、一定範囲の遺族や遺言で指定されたものに対して、個人の人格的利益の請求権を有することを認めている。 作権法116条。さらには、著作権の保護期間が経過しかつ遺族や遺言で、指定したものが存在しなくなった場合でも、著作者が損しているとすれば、その著作者人格権の侵害となるべき行為を、してはなら、著作権法60条、違反者に対する罰則もあるが、著作権法120条、それをもって著作物が、パブリックドメインの状態にはないという議論は、 されていない。なしかし、日本法では著作者人格権の制度があるから、著作権法規に基づくパブリックドメインはありえないとの議論は、後日のパブリックドメインソフトウェアが日本で存在しうるかという問題にムラじして、アメリカの法制度を理解していないプログラマーとその周辺で問題になったことがほとんどであり、知的財産権の専門家の間では、そのような問題自体議論されていない。 日本においては、1990年代以前の、いわゆるパソコン通信において、ネットを通じて配布される無料のソフトウェアを PDS、パブリックドメインソフトウェアと呼んでいたことなどがあった。しかし、その実態としては、単に著作物の利用に関して著作権を行使しない、ことのみをもって、パブリックドメインであると宣言したり、著作権表示を行いつつも、 パブリックドメインである旨の宣言している場合も多かった。この場合は厳密には著作権自体は存続しており、パブリックドメインという語の用法を間違えているに過ぎないため、単に著作権の行使を控える旨の宣言にとどまので、権利放棄に伴う著作権の消滅があったことにはならない。また、日本の著作権法の下では国の機関などが 一般に周知させることを目的として作成した広報資料などは観光物への転載が可能であり、著作権法32条2項本文、それゆえにパブリックドメインであるという誤解がされることがある。しかし、許諾なしに認められるのは、転載や転載のための翻訳、著作権法43条2号だけであり、翻訳を除く本案については許諾が必要なので、 著作権の保護の対象である。したがって、パブリックドメイン、イコール著作権が存在しないであるとは言えない。権利者として、作品を、パブリックドメインに置きたい著作者や、すでに、パブリックドメインとなっている作品にその旨表記したい、場合がある。しかしながら前日のように解釈の問題がまた痛め、実行の壁は高い。クリエイティブコモンズは、万国共通の、 cc 例と pdm を提供して、この障壁の低減を図っている。著作権が切れ、パブリックドメイン化したにもかかわらず、元権利者が権利を主張したり、利用者側が許諾を得たり支払う、必要のない使用料を支払う例が存在するとして、福井検索弁護士が問題提起している。著作権が消滅した著作物の活用事例として、電子図書館における、 著作物の収集活動が挙げられる。近年の情報技術の発達、インターネットの普及を受けて、著作物をデジタル化し、インターネットを介して、誰でも閲覧することを可能とするものが多い。しかし、著作権の保護期間を延長する、法改正が各国で相次いでいることから、その存続が危ぶまれているものも存在する。また、格安。 DVD ソフトの製造販売のように著作権が消滅しても依然として経済的価値を有する著作物、映画の著作物などの流通によって収益を図ろうとする事業も存在する特許が切れた医薬品は複数の会社から後発医薬品として販売されることで価格が低下する特許権消滅後に普及した工業技術としてフェネストロンなどがある 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。